プロポの3チャンネルで動くようにしたいんだね。ジャイロの設定をします。OK、 じゃあまずじゃあ、確認でジャイロ、ジャイロ動くかどうか。はい、え動く、動きますね。プロポでも調整ができる。プロポはまだか、つながってません。あ、そうか、うん、これはまず手動ね。手動でできる。手動で一回やります。マックスで車を動かしてます。それマックス、はい、マックスね、はい、で次はミニマム。あ、OK ね、動きません。でこれで OK ね、はい、次これをプロポで動くようにしたい。はい、はい、これが3チャンネルにつなぎました。はい、でこっちでは今ゼロになってるんだね。でこれを100、あー、いけるね。はい、 OK、 OK、 おやすさんが好きな55。あー、いい感じですね。はい、はい、OK ですね。それでまず、あ、わかるわかる、違う、タイヤを持ったらわかる。今動かない。あ、そう、うん、あ、そういうことね、うん、そういう微妙なことができるわけね。そこでこう握ってるだけなんやけどね、うん、それだけは。おすごい、いやいやすんねん。いやだからハンドステアリングで力かかった時やね、うんうん、これ で余計な動きをするってことよね、要するに。だからそれはやっぱり極力動かないところに、そう、一番手前で良さそうやね、うん、アンチグリッチングシステム AGS、うん、だグリッチは、まあ、邪だって言ったり、うん、震えるやつやな。でアンチだから震えないようにするための機能や。あ、とそれをね、感度を、うん、ジャイロの感度を上げていった時に強くなっていくから、うん、一番最後に合わせるんちゃうかな、そこ。KO ジャイロ結構金額張るんで、もう少し手軽なやつを今探していて、それで2つそれ以外に探してきたんで、はい、これのテストをしてみたいです。まずは、これは G フォース製。 G フォースですね。これは映画から見ても冷静だね。 F1 の絵が描いてあるってことは、あ、そうそう、あのね、まあ、国産で探してみたらグリップで使えるジャイロっていうのはその G フォースのが目立ってそう歌ってたんね。だいたいグリップに行ってジャイロ使わへんやん。まあそうだね、そのレースには使えないもんね。まあ、僕双葉さんのジャイロをずっと使っていて、うん、それはあの F1 のレースがジャイロ OK やったんで、うん、使っていたけど、それぐらいしかジャイロなかったよね、当時。それしかで、ジャイロが出てきたのはドリフトの RWD が流行りだしてからなんで、割と最近だから、最近のジャイロってほぼドリフト用なのね、うん、これでも簡単そうやね。ボリュームは一つかな。そのボリュームってあの全体の打角とゲインと兼ねてるボリュームよね。高いのと安いのと大きく比較した時に何が違うかというと、まずケースがプラスチックかアルミかなのね。でそれプラスチックじゃない？プラスチックね。プラスチックね。プラスチックの方が安い。あとドリフトの場合は何といっても見栄えのかっこよさっていうのが大事なんで、ほとんどのドリフトってグリップじゃなくて真っ黒じゃないやん、なんか色ついてるよね。だそういうので色付きのジャイロっていうのがすごくいっぱい出てるね。でグリップの場合ってまたちょっと違うと思うね。やっぱ軽い方がいいし、3チャンネルで調整できるかできないか、これが大きいね。安くていいやつが欲しいね。そうなんですよ、ね。まあ、この趣旨から考えるとね、まあ、ドリフトを使うんじゃないんで、これは唯一ドリフト用に加えて
はい、F1 とかバギーに最適って書いてあって、4000円台で買えるの。まあ4000円だと安くていいね。事業者さんが偉いよ。線が、うん、これを使わなあかんのよ。それつけるときはその色なんやけど、つけてしまえば黒になるとかそういうのもないかな。違う、あの一本だけね色を変えるだけでいいのよ。前やったやん、あの三話なんかでもね、プラス線だけ白一本、白一本、ね、ああそうだね。じゃこのコネクタにでもいいよね、うん、じゃまずこれをとりあえず2、3でまず動くかどうか動きますね。はい、スイッチ入れます。あれなんかおかしいね、うん、これはちょっとおかしいですね。これは何か繋ぎ方は間違えてない、うん、これは不吉な予感ですね。危ないね、サーバー壊れそうだ、ね、危ない。対象かな、何も調整するところはないんで。試しにこうもう一個試そうとしていた、はい、ジャイロ、これを付け替えて。これはパワー HD っていう中国のジャイロで、それも比較的安い金額でアルミケースなんだよね。見た目高級感ね。あるね。それでその全部コネクタになってんのか。そう、線がもう初めから内蔵されていて。あ、これはいいね。これ賢いね。これそれいいよね。好きですね。しかもその3種類出ている線が全部違うのね。どこに繋いでいいか多分分かると思う。説明しました。分かる。これはもうこれしかない。サーボね、賢いな。これほら白い線が入ってる。あー、分かりやすいよね、うん、これやな。これやったら黒でも許せんや。ちゃんでいきます。あ、2ちゃんでもあかんか。同じやね、同じやね。あれ受信機かな。これはちょっと調整以前の問題よね。そうですね。KO のサーバーやったら低いよ。これニュートラルも合ってるしね。うん、合ってるしな。おかしいね。しかし KO のサーボ、 KO の受信機、ノーコミや。そんな回んなそれ。これはな、何じゃそのサーボ。面白いねそれ。え、これもうポテンシャルが死んでるの。壊れ、まあ、結局そういう風な状況になろうとしてるから、サーボ壊れるよね、そのまつなりだ。面白いねそのサーボ。回転サーボ、これ一回楽しみで。これね、うん、でこれを差し込めばいいだけ、ね、そうそう。それね、うん、あの受信機のモードの設定を変えられる。あ、そうな。モードセレクターっていうのなんだけど、うん、それで今 HCS モードになってるのね。あの速い、うん、信号が速いの、うん、それをノーマルに戻したらどうかなと思って。でこれで一応セットはできたわけよね。はい、これでスイッチを入れます。おー、上だ。ああ、そうするとモードか。あー、ノーマルモードでないと反応線ってことね。はい。そしたらこれあれね、双葉の SR とか3話の SSR とかいう速いモードあるけど、それももしかすると動かないかもね。ああ、そうかもしれないね。これだとちゃんと効くね。それは確認してから買った方がいいね、買う人はね、うん、KO の場合だったらノーマルモードだね。そう、気をつけないといけない。これも2ちゃんだと同じように、これ0、これマックス、はい、効くよね。サンちゃんも動く？ちょっとサンちゃんやってみます。知らないとね、壊れてんじゃないかと思う、うん、聞いてる。これ、ゼロね。はい、半分ぐらい。あ、大丈夫ね、うん、あ、動いてる、うんうん、そしたら、G フォースでもこれで動くかどうか。はい、じゃあこれで、これは走ってみないと分からないよね。分からんね、動かしてるだけではね。動かしてるだけでは同じよね。実際に走りで差が出るかどうかやね。そうね、これは走行テストして、出なかったら一番安いのでいいよね。そういうことよね。で、私クラスとマサミクラスで違うか、違うかもしれないしね、感じ方がね、うん、
おそらくドリフトとグリップでは使うジャイロも厳密に言えば変わってくるんだろうしね、うん、その3つともドリフトに使えるとは歌っていて、でグリップで使えるっていうのを歌ってるのは G フォースだけなのね。これやね。そう、だからどれでも使えるっていう意味がね分からんけどね。そうね、そこは、うん、そこを実際に走らせてみたいの、動くだけなのかね、うん、多分走らせれば何らかの結果が出ると思うんで、僕がテストして親さんテストして検証してみたい。じゃあこれで一応みちゃんでやってみます。こんな地方ですね。はい、あ、いけるね。お、これいけるね。やっぱりモードだよ。モードね。ゼロ。サンちゃん、サンちゃんいけない。これサンちゃんいきます。サンちゃん、はい、ゼロ。ゼロ、はい。やっぱジャイロを聞かせるとノイズになってくるな、うん、これは走らせてみましょう、うん、あとはその積むところ、それも理論的には多分どこに積んでも一緒なんやろうけど、実際には前と後ろと変わるかもしれんから、それもやってみたいな。これ自身感知するのはこれの回転やからね、うん、だから前はこういう回転より横方向、だからその辺もやっぱり違うでしょうね。多分ね、違って当たり前。あとはこれで走行テストね、実装ね。